2021年1月22日、慶尚北道浦項沖の日本海において航行していた、韓国海軍のソンゴニル級通常動力型潜水艦3番艦のアンジューコンに故障が発生したね。アンジューコンは海上で停止して動きが取れなくなり、民間会社のタグボートが出動して基地に曳航されたぜ。今回はそんな韓国海軍の潜水艦が故障してタグボートで港に曳航された件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。韓国海軍が明らかにしたところによると、アンジューコンは2021年5月までの予定で定期点検を実施している最中で、この日は試運転のために日本海で先行試験などをしていたとされ、試験は無事に終わり浮上して基地への帰還する途中、エンジン系統の異常を示すアラームが鳴ったみたい。その報告を受けた海軍基地司令部が、乗員の安全を優先するとして直ちに帰還を停止することを指示したために基地まで曳航する必要が生じ、連絡を受けたアンジューコンを建造したメーカーであるヒュンダイ重工業が自社の曳航用タグボートを派遣して停止しているアンジューコンを港まで曳航したとしているよ。23日になってタグボートに引かれたアンジューコンは基地に寄港し、海軍によってアラームが作動した原因について調査をしたが、関係者によれば乗組員と潜水艦の装備には異常はないと言っているね。韓国がドイツの技術を模倣して建造した潜水艦についてはこれまでに様々な不具合が報じられているが、機密情報だらけで隠密行動を取る潜水艦が動けなくなったとして民間会社のタグボート2号まで曳航される例は、たとえ定期点検の試験中とはいえども世界的に見ても例がなく、韓国側では建造メーカーであるヒュンダイ重工業によるアフターサービスだとしているが、他国の海軍であれば自分のタグボートを派遣して曳航するだろうとしてインターネット上や SNS などでは韓国海軍の慌てぶりを嘲笑する声が多いな。韓国のソンゴニル級通常動力型潜水艦はもともと、ドイツのホバルツベルケドイツ造船 HDW が開発によって開発されて、ドイツ海軍とイタリア海軍が運用している212型通常動力潜水艦の輸出用である214型潜水艦で、212型の排水量を増やし外洋などでの対抗性能が強化されているぜ。輸出先によって排水量などが異なっているが、韓国のソンゴニル級は水中排水量1860トン全長 65.0 メートル最大幅 6.3 メートル喫水6メートルの艦体に、機関方式はディーゼルエレクトリック方式及び燃料電池による、非待機依存推進方式エアーインデペンデントプロパルジョン AIP が採用され、水中最高速力20ノットを発揮するらしい。兵装として533mm 魚雷発射管8門が搭載されていて、発射管からは魚雷やデコイのほか、潜水艦発射型対艦ミサイルハープーン SSM に海星や天竜などの対地巡航ミサイルを発射することが可能とされ、最大潜航深度は航路250メートル400メートルまで潜航可能との情報もあり、乗員は27名とされているよ。この214型の特徴は潜航時に酸素の供給を必要としない PEM 燃料電池を使用した非待機依存推進が採用されていることにあるんだ。この燃料電池フューエルセルは、ドイツのシーメンスが開発した PEM ポリマーエレクトロリトメンブレイン高分子電解質膜が用いられていて、液体酸素から得られた酸素と水素吸増合金に貯蔵された水素との反応で電力を得る仕組みとなっており、212型には出力 34kW の PEM 燃料電池モジュールが9基搭載されていて最大で 300kW の出力を得ることができ、ソンゴニル級にも同数が搭載されているというぜ。この AIP と従来から搭載されている鉛蓄電池との併用により、速力8ノット以下で14日間の連続潜航が可能であるとされ、韓国海軍では韓国本土から燃料補給をすることなくハワイまで潜航したままで往復できるとしているわけだ。韓国海軍ではヒュンダイ重工業とテウ造船海洋の2社が建造したソンゴニル級を9隻運用しているが、ヒュンダイ重工業が建造した1番艦ソンゴニル、2番艦定地、そして今回タグボートに曳航されることになったアンジューコンの3隻では次々に故障や問題が発生しており、韓国メディアから政府と軍を非難する報道が上がっていたな。
2014年10月に韓国のテレビラジオ局である SBS が、ソンゴニル級潜水艦は海軍が公表している本来の性能であれば数週間海中で作戦行動を行えるはずであるにもかかわらず、実際には PEM 燃料電池の不具合が多発していることから連続潜航が可能な期間はわずかに数日に過ぎなかったと報じ、ソンゴニル級3隻の燃料電池は、海軍が購入する前からすでに不具合が判明していたにもかかわらず海軍はこれを無視して3隻を建造させて購入し、これまでにこの燃料電池が102回も停止したと指摘して非難したよ。韓国防衛事業庁はこの前年の2013年に、ソンゴニル級3隻の冷却システムに問題があったことを発見し、2014年上半期までには修理を終えたと明らかにしていて、同年10月から燃料電池が深海で10日間以上動作可能かどうかの検証実験を実施する予定だとしていたけど、その後についてこのことに関する情報は見当たらないね。この3隻のソンゴニル級は1番艦ソンゴニルが2006年に就役してすぐにスクリューからイオンが発生するという潜水艦としては致命的な欠陥が明らかとなり、スクリューだけでなくスクリュー軸まで交換する事態となっただけでなく、2011年には2番艦定置と3番艦アンジューコンも含めた3隻すべてにおいて、艦橋と甲板をつなぎ止めるボルトに不具合があることは判明したため、3隻とも運用停止となっているんだ。この不具合について韓国国内では解決することができず、元となった214型潜水艦を設計した HDW の技術者が訪韓して調査した上で補強を行った結果、ようやく問題が解決したな。2014年8月2日には定置の点検整備においてスクリューに7箇所の亀裂が発見され、ヒュンダイ重工業で精密検査したところ全部で151箇所の亀裂が発生していたことが判明したけど、同時に点検されたドイツ製のスクリュープロペラに亀裂が1箇所も確認されなかったことから韓国内で製造されたプロペラのみに亀裂が確認されていたことが、韓国国会国防常任委員会委員のキム・ヒロシマ・モル議員が2015年9月22日に海軍などから資料を提出させたことによって明らかにされたね。また、この件では韓国のスクリュー製造技術のレベルが低いことを露呈しただけでなく、入札や発注などの際に海軍幹部と企業との間において、韓国では日常茶飯事ともされている贈収賄事件が発覚するなどして騒ぎとなったみたい。さらに2015年には、数々の問題を引き起こしたヒュンダイ重工業が建造した1番艦から3番艦の3隻のみならず、その後の建造を引き受けたテウ造船海洋が建造した4番艦キムサマモルも含めて、それまでの4隻の水中騒音レベルが静粛性の基準値である 40dB を超えていることが判明したよ。結局その原因究明は困難で解決の見込みが立っていないとされているばかりか。韓国海軍は5番艦以降の引き渡しの際の要求性能の中に水中騒音基準を入れないまま就役させていたことが発覚しているな。そして、2022年には1番艦ソンゴニル、5番インホー基地、6番リュウカンジュンジュンの推進システムを構成する、主要部品の一つであるインバータモジュールに欠陥が見つかり、各艦は最低でも4ヶ月間は運用を停止する必要があるとされ、シーメンス製のインバータモジュールは韓国企業が修理することができないためドイツに輸送して修理を行う必要があり、最大で6ヶ月間は運用を停止する必要があると報じられたぜ。なお、これら潜水艦の欠陥とは別の問題として、北朝鮮からのハッキングによってテウ造船海洋からソンゴニル級や214型潜水艦をはじめ、最新鋭イージス艦クリアリ耳玉の設計図などが外部に流出したほか、ソンゴニル級の後継潜水艦として建造を進めている、トサンアンチャン補給潜水艦に搭載されている垂直発射システム VLS において、水中からミサイルを発射するためのコールドローンチ技術に関する情報なども流出していたことが発覚して問題視されているらしい。これらの一連の韓国の潜水艦建造に関する不祥事のためか、韓国から12隻の209型潜水艦を購入する契約を結んでいるインドネシアが、契約途中でキャンセルする可能性が出ていることが報じられるなどしていて、
韓国国内では現在建造が進められているトサンアンチャン補給潜水艦の信頼性さえもが薄らいでいるとして、懸念する声が上がっているみたい。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。